幹事社の読売新聞です。これから知事定例会見を始めます。終了は11時を予定しておりますので、ご協力をお願いします。まず知事から冒頭2点発言ありますので、お願いします。はい、本日2点ほど、ございまして、1点目は新型コロナウイルスの感染状況等についてのご説明です。お手元資料はあると思いますが、まず直近の感染状況ですけれども、現在は新規報告者数が23日連続で前の週の曜日を下回っているというところで、減少傾向が続いています。3枚目ご覧いただきますと、年代別にありますが、すべての年代で減少しておりますが、依然として若年層の感染者数が多くなっているという状況です。また、重症化リスクの高い高齢層についても、現在は減少傾向が続いておりまして、大型連休以降ですね、病床の逼迫を避けることができたというところです。引き続き、高齢者の4回目のワクチン接種につきまして、速やかに接種いただけるように、市長と協力して体制を整えてまいりたいと考えております。次のページ行っていただきますと、ワクチンの他にも高齢者施設などに対する取り組みとしまして、施設の職員などに対する、抗原検査キットをですね、用いた月8回の検査を行うんですが、この6月からより精度の高い PCR 検査も組み合わせて実施できる体制を整えました。また、入所者が感染した場合に迅速に治療の開始ができるように、施設と地域の医療機関が連携して、あらかじめ、お一人お一人の治療、投薬方針、これは投薬がですね、いろんな製薬があるので、あらかじめ作っておこうということですけれども、それを策定しておく取り組みを支援をいたしますとともに、施設に往診して治療を行う体制の構築を県内全域で進めております。で次ご覧いただきますと、具体的なイメージがありますが、現在、高齢者施設などで陽性者が確認された際には、およそ8割の施設で、普段から入所者を見ておられる連携医療機関が対応できる状況となっています。でも残り2割あるんですが、連携医療機関での対応が難しい施設については、往診可能医療機関としてご協力くださる122箇所の医療機関に対応していただくこととしております。これによりまして、すべての高齢者施設などに対して、往診などにより医療支援を行える体制を整備しているところであります。以上を踏まえまして、6枚目、県民の皆様へのメッセージとなります。先週の会見でもお示しいたしましたように、感染防止対策は重ねて行うことで、より効果が、より高い効果が発揮されると考えております。とりわけワクチンの3回目接種によりまして、感染予防効果が高まることが期待できますので、若い方をはじめ、県民の皆様には3回目の接種を積極的にご検討ください。また、県では高齢者施設などでの検査体制や医療支援体制を強化してまいりますが、高齢者の方々には4回目接種の時期が来たら、ぜひ速やかな接種をご検討いただきたいと思っております。そして少しでも感染の不安があればですね、県の PCR センターなどで積極的に検査を受けていただきますとともに、発熱など体調が優れないといった症状がある場合にはですね、かかりつけの医療機関や診療検査医療機関にお電話いただいて、速やかに受診するようにお願いをします。県民の皆様の安全、安心な暮らしと経済社会活動を両立していくためにも、お一人お一人が感染防止対策にしっかりと取り組んでいただきますように、改めてお願いを申し上げます。2点目もついていいんですかね。はい、2点目ですね、災害への備えについてということで、今日もですね、ちょっと発達しない天気ですけれども、まだ中国地方、梅雨入りの発表はないんですが、沖縄、奄美、それから関東甲信越はですね、すでに梅雨入りをしたということで、
本県でも間もなくという状況にあるかと思います。近年4年前の平成30年7月豪雨災害をはじめとして数十年に一度と、あるいはこれまで経験したことのないといったような表現されるようなですね、大雨の被害が全国各地で発生をしています。自然災害の発生はいつどこで起きるか分かりませんが、備えることはできるわけであります。このため県民の皆様に災害から命を守っていただけるように私からお願いがございます。日頃からお住まいの地域のハザードマップなどで災害危険箇所を確認をした上で避難のタイミングや複数の避難先などをあらかじめ決めておいていただくなど適切に避難できるよう備えを行ってください。県ではこうした災害への備えをまとめて行うことができるマイタイムラインの取り組みを推進しています。これから大雨による災害発生の危険性が高まる時期になりますので県民の皆様にはご家族などで話し合ってマイタイムラインを作成していただきまして、いざという時は地域で声を掛け合って早めの避難を実践していただきますようにお願いを申し上げます。では私から以上です。この2件について質問がある者をお願いいたします。中国新聞の木戸といいます。災害への備えについて伺いたいんですが、先日発表された昨年の大雨についての避難が低調だったというアンケートがあったと思うんですけれども、いろいろな施策をすでに行っている中でまだ避難というのがなかなか実際には されないということで、今後どういったことに力を入れていきたいと思われますか。はい、これはですね、なかなか何と言いますか、こうマジックのようなものはないんですけれども、我々今進めてますのは、一つはこのマイタイムラインと、それからやはり自主防災組織を通じたですね、この避難の促進ですね、地域の皆さんがお互いに声を掛け合うこと でみんなが避難したら自分も避難するっていうような傾向がありますので、そういったことに取り組んでいるところです。なかなかですね、その中でもやはり自分は大丈夫だとか、ここは大丈夫だという意識が強いので、できるだけですね、そういった災害に対して、関心を持っている、子どもたちもそうなんですけども、の皆さんを通じてですね、そういった防災意識が高まって、いざという時にはですね、行動ができる、そしてみんなで声をかけ合って避難するというですね、そういうことを取り組みたいと思っています。広島テレビの門脇です。新型コロナのワクチンについてお伺いいたします。広島市では今日からのノババックス社製 のワクチンについて集団接種の予約が始まって、県でも21日から接種が始まると思いますけれども、このノババックス社製のワクチンについてですね、新型コロナ のワクチン接種の加速も踏まえ、知事 の受け止めをお願いします。はい、そうですね、受け止めというか、これはですね、はい、ご承知のようにですね、アレルギーなどで、メッセージ RNA 型のワクチンを受けられない方であるとか、あるいはそのアストラゼネカを1回受けた方を対象にしているんですけども、こういった皆さんにですね、それ優先されるわけですけども、ワクチン接種の機会を少し、ちょっと制約があった方々も含めてですね、この接種を進めていただきたいと思っております。今回のこの接種に伴ってですね、今ワクチン接種3回目であったり4回目だったりということを県民の方に呼びかけていらっしゃいますけれども、接種が加速するというようなご期待感もありますでしょうか。
あのノババックスでということですか。多分これに関してはまだあの数にも他のやものよりもちょっと制限もあると思うんですけども、この、まあ、これが出てきたことによって、まあ、今後もっとこう枠がこう広がったりですとか、あの、まあ、他のワクチン接種についての見方も変わったりとか、その影響をどのようにお考えかお願いします。そうですね、なかなかあの、まあ、実際問題としてはノババックスの数っていうのは、まあ、あの数十回分とか100回分とかそれぐらいのレベルなので、これをもってこう全体が大きく加速するということではないというふうに思うんですけれども、あの、まあ、ただあの繰り返し先般からご説明しているように、この若い方を含めてやはり接種 の, あの少なくともしばらくはですね、感染予防効果、感染しないという効果もありますので、今これだけまだそうはいっても感染レベルが高い中で、その追加接種をしていただくことによってですね、まあ、今この下降気味 の, この感染状況がさらに改善するということもですね期待されるので、そのまあ、ご自身で、あのご自身としては まずその、感染を しない確率が高まるということと、それから、まあ、あの後遺症についてもですね、後遺症をまあ軽減するというようなことも言われたりしているので、まあ、自分を守るためにも、まあ、社会全体の感染状況を下げていくためにもですね、そこはぜひ検討していただきたいと、これもちょっと繰り返しですね、言っていきたいと思います。ありがとうございます。RCC の末川と申します。あの新型コロナの感染状況についてなんですけども、改めてですが、あのここ数日は、まあ、新規感染者数が減少傾向にあるということで、まあ、知事の、まあ、見解として感染対策、まあ、抑え込みができているのかどうかっていう認識と、まあ、今後 の, あの感染者の推移の、まあ、予想といいますか、まあ、いつもお伺いしていることなんですけども、改めてお願いします。そうですね、まあ、今はですね、こう緩やかな減少傾向というか、まあ、特に直近はですね、前週比 0.6 とかそういうレベルで、まあ、下がってきてまして、でこれはまあ全国的にですね、共通の傾向になって、います、まあ、あの一方でこの海外からの入国制限の緩和っていうのもあったりしてですね、まあ、今後注意しなければいけないということはあると思うんですが、まあ、いずれにしてもですね、このまだ感染レベル自体としては、まあ、比較的高い水準にあるので、まあ、感染しやすい環境にはあると思うんですね。つまり、まあ、感染者と一緒になる確率っていうのは、まあ、感染者が多ければ多いほど高まるわけですから、まあ、そういう状況は継続をしているというふうに思いますし、BA.2 よりもですね、まあ、感染力が高いようなこの派生株なんかも、まあ、確認されたりしてますので、予断を許さないという状況だと思います。まあ、そういう意味では、あの引き続きですね、基本的な感染防止対策を取っておくというのは今の状況では重要だと思いますし、まあ、それはワクチンも含めてですけども、しっかりとですね、まあ、検査も、していただくと。これ我々見てて今ちょっといい傾向だなと思うのは、陽性率もちょっと下がってきてはいるんですね。でそれはいい傾向だなと思っているんですが、ただこのやはり、検査何かこう調子が悪い医療機関に行きたく何か感染の不安があるような、まあ、イベントがあったという時には積極的に検査をしていただいてですね、まあ、早めに、まあ、必要であれば、まあ、活用していくということをお願いしたいと思っています。まあ、どう推するかというのは本当にちょっと誰も予測できないところかなと思っています。ありがとうございます。あと今日県全体の新型コロナの感染者の見通しっていうのが分かれば教えて。今日の発表ですか。今日の発表分はですね、300人台の半ば頃かなと。ありがとうございます。他いかがでしょうか。内容ですので、幹事社質問移ります。
先日2日に島根県の丸山知事が、島根原発の2号機の再稼働に同意を表明されました、このことについてまず知事の受け止めをお願いしますというのと、あと、島根県側は、広域避難として広島県内にも多数の、住民を避難させると事故の時には計画をされておりますけれども、その受け入れ体制というのは現状をどのようになっておりますでしょうか。はい、まずその同意表明の受け止めということですけれども、今回の再稼働の同意というのはですね、丸山知事がこの県議会だとか、あるいは松江市をはじめとする関係の自治体ですね、世界住民の皆様のご意見などを踏まえて、総合的に判断されたものだというふうに認識をしておりまして、原子力発電所の再稼働の是非というのはですね、国のエネルギー政策の根幹に関わるということでありますので、国がですね、住民の皆さんに対してやはりしっかりと説明を行って、やはり自治体であります島根県であるとか、あるいは松江市、それからその周辺、市長のですね、意向も尊重しながら、国において責任を持った判断がなされるものだというふうに認識をしておりました。で、県内の受け入れ体制ですけれども、島根原発で、万が一原子力災害が発生したり、あるいは発生する恐れがあるという場合にはですね、島根県との協定に基づいて、県内の22市町において避難者を受け入れるということになっているのはご承知の通りだと思います。すでにですね、昨年度末までに県内の全市町で避難者の受け入れマニュアルは策定が終わってまして、体制は整えつつあるというところです。引き続き訓練などに行いまして、島根県あるいは市長と連携して受け入れ体制の充実を図っていくと、それを通じてですね、避難計画の実効性を高めていくということをしなければいけないんだろうなと思っております。この件について質問のある方は挙手をお願いします。島根の参院長執行者の進藤と申します。ちょっと前の話ですけれども、庄原市さんの市議会が3月に原発再稼働に反対する決議を出されていますが、これ、理由としてはその広域避難計画に課題が山積しているというのを理由に挙げておられます。このことについて、県としてはどう捉えておられますでしょうか。そうですね、もちろん各自治体においてですね、いろんなご不安はあると思います。もちろん障害者の方でもですね、計画は作って、対応できるように準備を進めているところでありますので、我々はですね、中国電力の中でやはり、電力使用量の多いところでもありますし、島根県がある意味で言うと、負担をして、原子力発電所の立地、原発だけじゃなくて、大きな石炭火力なんかもあるんですけれども、中国地方のこの電力を支えていただいているという観点からですね、できるだけ島根県には協力をしていきたいと思っています。ありがとうございます。重ねてですけれども、先ほど、マニュアルがこの 3月末で、全部始末揃ったということでしたけれども、実効性を高めるにあたって、訓練を重ねていくということですが、基本的に訓練は島根県の主催になるかと思うんですけれども、そのどうでしょうか、実効性を高めていくために回数を増やすでありますとか、その島根県の方に働きかけをされるようなことがありましたら、教えてください。そうですね、なかなかその島根県を飛び越えて、いや島根県にこうしなさいっていうのも、ちょっと申し上げにくいかなというふうに、思って、いますけれども、例えばその通信連絡訓練のようなものは毎年、やられていて、我々も島中含めて参画をしていますし、引き続きですね、島根が計画される訓練には積極的に参加をしていきたいと思っています。ありがとうございます。
他いかがでしょうか。中国新聞の記事です。重ねてすいません。避難受け入れマニュアルが作成されて、その中には避難所の候補っていうのは、リストアップされていると思うんですが、実際の有事の際、例えば広島県や島根県が同時に被災するような場合には、受け入れ、避難民を全員受け入れることができるのかっていうのはかなり不安があると思うんですが、そういった場合の対応とか想定とかっていうのはどうなっていますでしょうか。すみません、その同時に被災するっていうのは巨大地震、原子力災害でということですか、それともその別の理由で攻撃の災害などが起きて、その広島でも避難民、はい、広島県民の避難民が発生していったりする場合、その一環として原子力災害も起きている。あ、そうです。こういうような、場合ですか。はい、はい、非常にですね、大規模で、広島県内でもですね、受け入れが難しいような、大震災が、起きるっていうのは、これはちょっと想定としてはあんまりなかなかないんですけども、今のこの、南海トラフが、非常に広域に影響を与える地震かなというふうに思いますが、それ以外、中国地方を震源とする地震で言えば、例えば県内の地震の想定っていうのは5日地断層が最大でありまして、これがその島根県の島根原発まで影響を与えるっていうことはちょっとなかなか想定しない。逆に島根で大地震が起きて広島県内で大地震なんですね。というか、要するに相当な数が避難しなければいけないっていうような、震度6だとか、そういったのが県内全域で起きるということはですね、これはちょっとなかなか想定しにくいのかなというふうに思っています。ただこの食料の状況だとかですね、さまざま逼迫する状況というのはやはり考えられますので、そういったことについてはですね、引き続き、島根県ももちろんですけども、国とも連携しながらですね、そういった物資の調達、食料品だとか生活必需品だとかですね、そういったことはですね、引き続き検討していく必要があるというふうに思っています。他いかがでしょうか。内容ですので、一般質問に移ります。何か質問がある人は挙手でお願いいたします。朝日新聞の大久保と申します。よろしくお願いします。知事、明日の、東京の方で、国会議員、県選出の国会議員でしたり、国の方に対して、来年度予算の、国に対する要望活動に行かれると思うんですけども、岸田政権誕生してから、初めての活動になりますが、県として特にどういった点を反映してほしいですとか、国に対する求めで特に求めたいところがあればお願いできますでしょうか。これはちょっといろいろあるんでですね、ちょっと今いきなり申し上げるとしたらですね、そのうちでごく一部ということになるかもしれませんけれども、やはり我々今取り組んでいるのはですね、一つはデジタルの推進ということで、これはデジタル田園都市国家構想だとかですね、地方創生というところにも関わってきますけれども、そういったことをしっかり推進をしていくと、こういうことが一つありますですよね。で、それからそういう意味で地方創生については引き続き、このデジタル田園都市との関係というのが、一体化するというか、そういう方向ではありますけれども、ただ、例えば東京一極集中の是正であるとかですね、そういった観点からの政策というのも非常に引き続き重要ですから、そういったことも進めていただきたいというふうに思っておりますし、あとはもちろんさまざまなインフラ整備、こういったことも引き続き多くの課題がありますので、そういったことも思い出していきたい。それから鉄道についてもですね、今議論中でもありますので、そういった
を引き続き、我々の求めてきていることについては、国交省を中心にですね、お願いしていきたいと思います。あとは、その G7 サミットに向けて、我々もしっかりと、この準備をしていきたいと思いますし、逆に国に対してはですね、この被爆地で、開催するということで、その意義がより高まるように、被爆者との対話であるとか、そういったことをお願いをできればなと思っております。他、いかがでしょうか。大丈夫でしょうか。内容ですので、これで、今日の知事定例会見は終了といたします。次回は、28日火曜日の10時半からを予定しております。ありがとうございました。